はい、今日これやります。ドーン。コーレックスコーヒーミルミニプロフェッショナル買ってしまいました。羊コーヒーの森です。西田備長炭といえばコーレックスといえば西田備長炭と言っても過言ではないと思うんですけれども、私もですね、西田さんに影響されてコーレックスを買いました。で、以前西田さんのお部屋に行ってコーレックスのトールをレビューさせてもらったんですよ。で、面白いミルだなと思って私も欲しくなって、私はミニを買いました。で、このポーレックスなんですけど、やっぱ賛否両論なわけですよ。まあ、なんていうんですかね、クロート向けじゃないっていうか、まあ、どちらかというと、まあ、キャンプユーザーとか、まあ、そういう人たちには人気があるんですけれども、どうしてもコーヒーにどっぷり沼った人から見てしまうと、不十分なミルになってしまうと。っていうところで、まあ、私はですね、すごくいいミルだなって思ったんですよ、正直に。ただ、なぜ、ちょっとなんかいまいちだなって思われてしまうのかっていうところもちゃんと解説していきたいと思います。なんで、まあ今日は必見らしいレビューになっていくと思うので、ぜひご期待ください。で、今日は、ポーレックスミニ開封して使っていきたいと思います。よろしくお願いします。必見。はい、それではポーレックス見ていきたいと思います。で、まずですね、ポーレックスの基本的な情報なんですけれども、まずですね、なんといってもセラミック刃です。セラミック刃のミル、今ですね、これだけステンレス刃に流れている世の中で、まだ、セラミックで戦っているメイドインジャパンのミルです。で、鹿児島県の霧島市で作られてるみたいなんですよね。霧島市ってあれですかね、焼酎で有名なところですかね。私個人的にはですね、そっちのイメージが強いんですけれども、そこの自社工場で作っていると。じゃあちょっと開けてみますね。はい。でもデザインはめちゃくちゃ好きなんですよね。このガジェット感。はい。こんな感じ。で、これ初代のポーレックスから、ワン、ツー、スリー、三つ目のミルみたいなんですよ。なので、まあ、バージョン3の最新モデル、2024年モデルになります。このあたりが変わってたりとか、こう、抜けにくいだとか、まあ、いろいろな変更点があるみたいです。で、初代と2を使ったことがないので、そのあたりの感動があまりないんですけれども、使いやすいミルだと思います。で、個人的には、この製造のですね、こう、精度の高さはここが物語ってるかなと思います。ここって結構ネジ式だったりとか、マグネット式だったりするじゃないですか。もうこれはね、これだけなんですよ。これって、ここの径とここの径がよっぽど正確に、製造できないと、こう、ストンと落ちちゃったりとかするじゃないですか。で、このあたりに、ポーレックスのこだわりを感じるというか、はい。メイドインジャパンの精度の高さを感じるミルだなと思います。で、さらにですね、まあ、この中、紫色なんですけれども、ちょっとなんかね、好きなんですよね。このデザイン性っていうか、ここにさりげなく入ってるポーレックスとか、こうなんだろうな、自分のブランドをこう、押し付けてこないっていうか、そこがね、すごくこう、一歩引いてる感じがいいなって思います。で、ま、いろいろですね、ここに特徴書いてあるんですけれども、まあ、セラミック刃っていう、これで半永久的に使えるセラミック刃。洗えるみたいです。水洗い OK。で、しかもそこにガラスコーティングしてあると。で、ガラスコーティングによって、まあ、どれくらい、2から3にバージョンアップしたのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないところなんですけれども、まあ、微粉が出にくいみたいですね。で、一目盛り28ミクロン単位で調節可能。もうかなりフラグシップモデル並みの調節幅を持ってると。ここですね。うん。すごいですね。で、エスプレッソもいけちゃうみたいですね。ここで調節します。で、ガジェット系の方は、まあ、ここはですね、ちゃんとこう、蓋として、こう、分離して、で、ここにこう、収まると。まあ、この形が結構理想的みたいで、ポーレックスは人気があると。この形になる。で、ここ蓋がちゃんとついてて、まあ、ここから引き残った粉が、散らばって、バッグの中を汚したりとか、逆にバッグの方から、こちらに何か入って、で、見るためにしてしまうとか。まあ、そういうリスクが非常に低い。で、何も気にせずに、こう、ポンとこのままバッグに入れられるっていう手軽さから、すごく人気のあるミルです。
じゃあですね、ここから実際ミルの中の構造をちょっと見ていきたいんですけれども、なぜそのミルをちょっと知った人とかミル沼に一回ハマった人がポールXを選ばないのかっていう話を一緒しておきたいと思います。じゃあですね、分解してみますよ。もう多分ね、ここ一点だと思うんだよな。基本的な構造は、まあ、すごくシンプルなんですよ。で、ちょっと開けてみます。はい。で、刃はこんな感じ。でね、最大の、なんでここ改善してくれないのっていうのが、外刃なんですよね。まあ、外刃もセラミックになってるんですけれども、外刃がここにこう入っていくわけなんですけど、はい。こんだけガタつくんですよ。で、このガタつきを下から内刃で押さえてるだけっていう構造なんですね。つまり、まあ、めちゃくちゃ極端にこう緩かったら、外刃って落ちてくるんですよ、こうやって。固定されてないわけです。っていうことは、ここで外刃を支えてるものって何もないんですよ。つまり、ここがどれだけ調節できようと、上が落ちてきちゃうんだから、目って揃わないんですよね。だから、粗挽きのレンジ弱いんですよ。で、ここがもし、カチッてこうはまってくれるとか、上がかなりこう、固定がしっかりされるとか、まあそういう構造になっていれば、ちょっとここにこう止めがあって、落ちてこないとか、まあできればガタつかないでほしいですけどね、ガタつくとこれ、ブレになるんで、ガタつかないでほしいんですけど、もしそのあたりがしっかりとしたら、もっとですね、正確に弾けると思うんですよ。まあ、ただ、20年以上の歴史があって、それをやらないっていうことは、まあ、セラミックの刃の摩耗ですよね。まあ、ここにどれぐらい影響が出るのかっていうのは、私ちょっとわからないっていうところなんですけど、まあ、見る、沼ったことある人だったら、この構造を見ると、って思うんですよ。やっぱり。だから、クロート向けとして売れないんですよね。一応ですね、私はもう見る沼りすぎて、一瞬あってそれが可愛いみたいな次元に入っちゃったんですよ。なので、もう全然気にならないですね。これはこれとしてすごく面白い見るだと思うし、哲学的な見るだと思っちゃうんですよね。で、そこから生まれるコーヒーっていうのはまずくないし、いいコーヒーが生まれてるんですよ。確かに。っていうのは、ここを見て、ガタガタだから、コーヒーがまずいんだって思い込んじゃうのってすごくもったいないと思うんですね。そうじゃなくて、このデザイン世界観でできたコーヒーが一期一会で毎回ばらつくんだけれども、どうせコーヒーに出会うのなんて一期一会じゃないですか。毎回違うコンディションだし、違う環境だし、違う豆の。って考えれば別にここでの再現性ってそんなにこだわらなくてもいいシーンはたくさんあるんですよ。なので私はすごく好きなミルだなと思っているわけです。じゃあ実際にですね、コーヒーを入れて飲んでみたいと思います。じゃあ豆引いてみたいと思います。結構ね、ポールXス入れるとき、ここ目視で見て、かなりね、粗挽きで入れたいんですよ、私。こんなもんかな。これくらいでいこうか。行ってみましょう。今日ガテマラのアゾテア入れたいと思います。なんかめっちゃオシャレじゃないですか。めっちゃオシャレじゃない、なんかここの紫が大人紫なんだよね。大人紫で、なんかポールスミスっぽくて好きなんですよ。じゃあちょっと引いてみましょう。はい。あ、もうね、一切抜けないもんね。これね、抜けたらしいんですよ。最初のやつ。あのね、私も別な、あの、セラミックミル持ってるんでわかるんですけど、こう六角形だったりとかして、こうやってね、引いてる途中にポンって抜けるんですよ。西田さんはね、そこも可愛いって言ってました。あ、ちょっと荒いな。すんごい荒くなっちゃった。まあまあまあ、でも、ちょっと、いっぱい混ざっちゃったね、今は。あ、いいんじゃないですか。ちょっと長めに蒸らしをして、すっごい粗いのできちゃったんで。まあ、多様性ですね。すごい引きやすいですよ。セラミックミル、昔のミルとかを知ってると、セラミックミルも進化してるんだなと思いますね。ちなみに今日 14g 引いてます。
お、結構早いですね。早い。1分かかってないんじゃないですかね。うん。でね、セラミックミルのいいところは、非常に静電気は少ないと思います。比較的ね。静電気は少ない。まあ、少しはあると思うんですけど、それでもかなり少ない。まあ、そこはいいかなと思います。じゃあコーヒー入れてみましょう。はい、入れていきましょう。ここがいいよね、ここ。はい。すごい綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗だと思います、これで。静電気が本当に起こってないですね。はい、かなりですね、ランダムな、ランダムな感じになってますけど、ここまでランダムになったのは完全に私が悪いですね。言います。でかなり荒くなったんで、ちょっと温度高めで設定して、蒸らし時間をですね、少しだけ伸ばしてみたいと思います。結局この豆のコンディションとか、粉のコンディションを見て、で、その時の、チャネリングの感じとか、まあ、どこにどうお湯が流れてるのかっていうのを観察しながら、合わせていくっていうのも一つですね、まあ、昔はそうだったんだよなっていう、ちょっとなんか親父みたいなこと言いますけど、昔って今みたいに、そんなに環境良くなかったんで、こうだったんですよ。で、まあ、ちょっと今長めに30秒以上蒸らしを取っていきます。で、揃ってないんで、どっかしらにチャネリングが起きたりも全然あるわけなんですよ。あ、起きないですね。思ったよりいいですね。はい、はい、はい。すんなり入っていったと思います。で、あんまり早くしちゃうと、多分、粗挽きで、すっきりしすぎちゃうような気がするんで、ゆっくりいきたいですね。豆との対話ができるミルですよ。要は。ちょっと濃いめにしよっかな。粗挽きですからね。いつもより濃いめで、終わらします。飲んでみましょう。はい、じゃあ飲んでみましょう。いただきます。うん。なるほど。はいはいはい。全く違う味がしますね。もうセラミックの味がします。ステンレス刃だと、まあ同じですね。この中入りのレンジでも酸味立ってきたりするんですよ。で、すっきりとしたコーヒーになってくるし、まあ、今流行りのコーヒーの味が出ると思います。ただ、セラミックでいくと、やっぱ流動分布が多分ばらけるからだと思うんですけれども、全体としてぼやーっとこうコントラストのないコーヒーにはなるんですよ。その代わり、そのぼやっとコントラストのないコーヒーっていうのは、すべての味をカバーしてる。だから、フラットで飲みやすくなる。みたいなことが起こるんだと思います。で、このポーレックスっていうこのミルに関しては、まあ、ガジェットとして、まあ、こういう利便性があるとか、コンパクト、軽いとか、そういう理由で使う以外の場合ですね。まあ、私が購入して一つのミルとして向き合うみたいなシーンで考えると、どういった立ち位置のミルになるのかって話をして最後終わりたいと思います。で、私個人的には、まあ、コーヒーの一番最後の終着点なのかなって思います。要はこれだけ毎回違うランダムな流動を供給してくれるミルっていうところのフラグシップボンネルになるじゃないですか、要は。で、そんなミルって他にあまりないんですよね。で、ミルとしての完成度が低くて、で結果としてぐちゃぐちゃっていうわけではなくて、ミルとしての完成度は高いのに、まあかなりランダムな流動を供給してくれるミルなんですよ。っていうことは、まあ、こちらの受け手としては、その時その時の、流動に対応していかなきゃいけない。なると思います。で、それがですね、異常に面白いんですよ。コーヒーにおいて。で、トラディショナルな入れ方の考え方も必要だし、それなりの器具も必要になってきます。まあ、ゆっくり落としたかったりしますからね。と、体系的な理解が必要です。なので、まあ、プロ向けかって言われたら、プロ向けではないと思うんですけれども、クロート向けかって言われたら、私はなんかクロート向けのような気がしちゃうんですね。なのでこのミルすごく、おすすめだと思うし、ただおすすめできる人っていうのはかなり限られてくるかなって思います。
で今日はポーレックスコーヒーミルミニプロフェッショナル使ってみました。いかがだったでしょうか。まあちょっと哲学的なね、感じの世界観に入ってきましたけど、まあ、すごくいいミルだと思うので気になる方は、ぜひチェックしてみてください。で今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね。